パーシモンハゲの自宅で楽しく練習パター編。ゴルフ道場ハゲパーシモンハゲです、コロナのねこともありますし、まあ、こんな天気の悪い日はねやっぱり室内で室内でも練習です。はい。で、まあ、ちょっと、カメラのアングルで、まあ、こんな体勢になってるんですけど、ここ最近、パターだったり、バッティングの話が続いてるんですけど、やっぱり、バッティングって、距離感、振り幅って思ってる人がやっぱ多かったみたいで、私の、トンカチで釘をポンと打つみたいな感覚だよっていう、お話をさせてもらったところ、やっぱり私は振り幅でやってましたみたいなコメントをいただいたんで、まあちょっと私が家でやってる、まあ練習というか、まあちょっとご紹介しようかなと。で、パターマットを結構私も使ってたんですけど、あれは、マットの裏側の黒いのが結構ね、なんかフローリングについちゃったりとかするんですよ、引きっぱなしにしとくと。まあ、私が安いやつ買ったせいもあるかもしれないんですけど、で、それ以来私は、これ、何これ、台所のに引くやつかね、これ。それをね、使ってます。まあ、何でもいいんですよ、別に。で、まあ、これでね、練習ったってこれで距離感だなんだなんて別にないんで、ほんとここの感覚だけなんですよ、この感覚。で、振り幅ってやる人はやっぱり大きくゆっくりなんですよね、こうやってね。こうやって。これ。これね、私できないんだよね。まあでも、脱力しといても、こういう感じなんでしょうね。振り幅でやる人っていうのは。でもこれ、ショートパッドって言ったらよっぽどゆっくり。スーッ。こんな、よくこうやってショートする人いますよね。うん。だからこれは、めっちゃこう、速いグリーンだったら、まあ、なくもないかもしんないけど、こういうのは、私たちが、まあ、動画でもう何回も言ってますけど、私たちがやるような通常営業のグリーンでは負けちゃいますよね。負けるっていうのは、もう最後、こうスーッていって、もうカタカタタってなって、どっちかこう曲がっちゃうみたいなね、感じが。すいませんね、ちょっとアングル変なんで、上まで入んないんですけど、まあ、肝心のパターンのとこが入ってればいいかなと、ヘッドの動きがね。で、後ろの、なんか今日嵐みたいですごいんだよね。素振りももうこんな感じになるわけですよ、私はもう。もう振り幅がもう、こんなになるわけですよ。これ別に15センチ、20センチじゃなくて、1メーター、2メーターでもこんなもんですよ、こんなもん。で、ロングパッドだって言ったって、これはもうちょっとこう、速くなるだけ、こう。本当にここで、イメージは、ここにもう五寸釘が、こうやってくっついてて、そのこの出てる釘をこのボールの芯まで、スッとこう、スッと、こう打ち込む感じ。打ち込むってこう横にですよ、こういうふうに。こう、トーンと。これをこうやってとか、っていうのは考えてないですね、全然。で、そういうのを、やっぱり、こういうね、ピンタイプのパターだったりとか、これ今ね、ネットショップ出してるね、ほんまのね、こう、フォースターのレアなパターなんですよ。これ。売れないんだよね。で、一番、感覚磨くのには私いいと思ってるのがこういうパター。これが T 字型の私が動画で言ってましたペラペラのパター。これ。やっぱこういうのがね、一番ね、手にね、伝わってきますよ、これ。こういうパターンだとね、クロスハンドにする気にならないんだよ。こう、なんかアプローチ感覚で、こう、ポンとこう打ちたいんで。ブレイクもインターロッキングもいいかもしれない。インターロッキングで、右しっかり持っといて、で、アプローチみたいに、トーンとこう打っていった方が。ほんとね、響きますよ。で、やっぱりこれだと、ちゃんと持ってないと当たった衝撃でやっぱりね、こう、
こういう風になりやすいですね。こうやって開きやすい。こういう練習もあるね。この先っちょでここのとこを打つ、この狭いとこでここでボールを叩く。実際こんな練習器具もあったと思うんだけど、うん、こういうね。だからあんまりね、自宅のマットで練習するときにこう何年かね、こうまっすぐまっすぐっていうストロークだとかを練習するというよりかは、もうこのとにかくこうボールをちゃんとポンとヒットしてあげて、それがね、まあ極端に言うとこう上からトンとこうやってやるような練習をしてもいいし、これね、あのダイヤモンドカップ見に行った時にね、藤田プロがねグリーンでやってたんだよね。多分藤田プロだからキャメロンのパターン、ピンタイプだと思うんですけど、これでね、これでね、こういうアウトサイドインにこういう風に打つ練習しとく。こうやってトンって、もうそれこそ芝をトンとこうやって削るぐらいの、こういうね練習してたの見たことがあるんですよ。あと逆にね、だインテンショナルショットと一緒ですよね、ショットのね。ここからこうやってこれもまあ打つっちゃ打つかと、こうやってね、こんなことやると、まあ、ボールがどんな風になるのかなと。だから外からパターン落ちするときなんか、ちょっとこういう風にいった方がいいのか、これをこうやって使った方がいいかみたいな。あんまりこっちはないかな、これは。これはあんまりボール進んでいかないんで、あんまり前に行かせたくないときはっていうイメージはあるけど、まあ距離感難しいもんね。まあでもね、そのいろいろやった方がいいですよってことですよ。このボールに対してこういう、このこうやってやるのはね、あの外からパタローチやるときにこう負けないで前に前にこうやって転がっていくから、こうやってやると回転がこういう回転になるんで、要はまあフック系のこういう回転になるんでね、前に前に行くんで、まあこれはね結構、まあ、ありっちゃありですね。あとはね、まあ、ちょっとね家なんていろいろあるんで、いろんなんでやろうと思って並べといたんですけど、やっぱ一番はやっぱこれかな。ただこれね IMG5 じゃなくてこれ IM5 なんですよ。何が違うかって言ったら偶数じゃないの、これ偶数じゃないの。これ IMG5 はもっとこれ偶数なんですけど、これはね偶数じゃないの。 IM5 35インチだからちょっと長いんですよ。これもね長く使ってたんですよ。これはねクローズ、クロスハンドはあんましなかったかな。これはで結構ねラインによってちょっとこっちで構えたりこっちで構えたり自然とやってんですよね。自然と基本若干こうアイアンみたいにこう起こしながらこう、ちょっと閉じてハンドファーストで当てるような動きはありますね。ちょっとですけどね。どうしてもやっぱり当たってフェースが寝て開いてっていう動きになると球が前に行かないんで、しっかり球を弾いてやるっていうとちょっとこう立てて閉じてっていうこういう当て方、ちょっと先がこうお目に見るとこう来るような、まあこれを開閉っちゃ開閉っていうのかな。でも別にマレットでもそれは当たった時に負けないようにこうやってやりますね。やっぱりこれも長いな。これ35インチだ。昔のパターってみんな長いんですよね。これね名器ゼブラもね、ソールになんかこうあのプレートみたいなのが埋まってるのとこういうのっていろいろあるんですよね。あのゴルフダイジェストの千里の道も読んでた方は、あの坂本龍があのアジアサーキットで、ゼブラパターで優勝したシーンをね
ご存知かと思うんですけど、はい、まあそんなのもあるわけで、うん、でこれでただこうやってポーンってこう弾いてるだけで、ショットにもつながるんで、これをやっぱりね、こういうふうに、ちょっと今度上半身の動きを取るんで上にしますけど、これをこういうふうにパターでやってる人はやっぱショットもこうなりやすいんですよ。フォロー出して打とうとする人はやっぱりここからこういう感じになりやすいんで、そうするとショットもこういうふうになりやすいんで、それが私みたいにこうここでポンとポンと打ってるとショットもポンとこういう感じになってくるんで、それがパッとからショットまで同じですよっていうのはそういうことなんです。でどうしてもここで流すような感じでこう送るような感じでこうやってやってるとショットもこういう感じになりやすいんで、クラブが寝て開いてくるかそれ嫌がってこう使うかみたいなスイングタイプになりやすいですね。はい、まあそんなわけでとりあえず今回は自宅でのパッティング練習をですね、私のクラブ部屋じゃなくて、まあ、違う部屋、まあ、そんな大した部屋は数ないんですけど、まあ、大した部屋数ないのもそことここぐらいしかいないけど、まあいいや。はい、というわけで今回はですね、そのパターの練習の、まあ、注意点と、まあ、そのストロークの、こういうとこ気をつけた方がいいんじゃないんですかっていうお話ですね。あとそれがパットのこういうストロークタイプがショットにもつながってきてるんだよっていうところですね、お話しました。次はね、ちょっとこれ使ってアプローチのもう重要なこのアプローチで、もうドローフェードのインパクトの練習ができますよっていうのを、ご紹介したいと思います。ご視聴ありがとうございました。パーシモンハゲでした。